イーストロンドン大学は、イギリス、ロンドンにある英国国立大学。実学の高等教育機関として1892年に設立され、1992年に大学へと移行した。学生数は2万8000人を超え、120以上の国から留学生を受け入れる国際色豊かな大学である。政府による国立大学である。 イーストロンドン大学の歴史は1892年まで遡ることができ、ウエストハム区によって地域住民に高等技術教育を行うためのポリテクニック機関として設立された。当時の学校は科学、工学、芸術のコースを開校し、それらのコースはロンドン大学より学位の承認を受けていた。1992年に新設大学として大学に移行した。 1999年にドックランズキャンパスがオープンした。大学の新たなキャンパスがオープンするのはロンドンにおいて50年以上ぶりのことであった。2012年にはドックランズキャンパスがオリンピックにおけるアメリカチームの滞在地に選定され、それに伴いスポーツドックをキャンパス内にオープンさせた。スポーツドックはジムや屋内外の多様なスポーツに対応した。 ロンドン市内でも最大級のスポーツ施設であり、学生以外にも有料で開放している。イーストロンドン大学は2012年に設立されたハックニー専門技術大学を学術的スポンサーとして講演している。ロンドン市内のストラトフォードとドックランズに2つのキャンパスを持つ。2013年に3つ目のキャンパスがストラトフォードにオープンする。2007年のランキングでは 学生一人あたりの設備投資が英国内で1位にランクされた。社会的企業研究に関する専門コースを学部課程と大学院課程に設置している大学は欧州でも珍しく同大学の特色の一つである。その他、建築学、音楽マーケティング等の分野で評価が高い。ありがとうございます。